ましたということでございましてね、読谷でも映画してるわけでございますが、今日は、那覇の方で、素敵な上映会がありますのでよろしくお願いいたしますということでございまして、まだまだ続くわけでございますけどね、告知もう一つさせていただきます。ミートショップ&レストラン男中ファームよりお知らせでございます。紅豚しゃぶしゃぶ、ステーキ、とんかつ、ハンバーグ、そばなど、海を見ながらお食事を楽しむことができる男中ファームでは、さらっとした脂のうまみと甘み、コラーゲンたっぷり、工場直送で新鮮な紅豚を堪能いただけますよということで、ミートショップでは、お肉や紅豚、紅あぐーを使用した加工品の直売も行っております。営業時間は朝11時から夜9時まで、毎週日曜日は定休となっておりますよ、定休日でございます。ご予約お問い合わせは戸口ビーチミートショップ&レストラン眼中ファンまでお願いいたします。電話番号です。098-982-8877、もう一度言います、098-982-8877までお願いいたします。以上、スポンサーミートショップ&レストラン眼中ファームからのお知らせでございました。はい、ということでございましてですね、すいません、もうあの皆様お時間がお時間で早口になってるかもしれないんですけれどもね、素敵な告知ご紹介させていただきましたが、今日ですね、1時間お届けする中でいろんなメールが来ておりますので、レナさんと読んでいきたいなと思います。はい、リキニレナさん、おはようございますといただきました。北海道よりお聞きのロンシュタットさんからのメールでございますね。さあ、あと2週間で今年も幕を閉じますね。リキニ、今日はまるで絵に描いたような美女と野獣ですということでございました。ありがとうございます。これ生で映像を流れているので、こんにちは、北海道からお聞きいただいているんですが、はい、見ていただいているということで、アートだな、今日の話とても楽しみですねということで、いかがお過ごしですか。アートの話とかですね、おっぱいの話、おっぱいの話してるんですけどね、大事な映画の話も、させていただきましたので、またですね、ご感想の方いただきたいと思います。ところで私事ですが、三振を注文し今年中には納品されるようですということでございまして、まずは金作の花、浅田ゆんたですか、頑張りましょうねといただきました。先週あたりからユーストの調子も良くなり、安心して見ていますよということでございまして、素敵なメールありがとうございます。三振ですね、金作の花、浅田ゆんたでございますけれども、本当に沖縄の美しい歌でございますので、あの手に取られてですね、機会がございましたら聞かせてください。素敵なメール、ロンシュタットさん、ありがとうございました。はい、ということで今日はありがたいことにいっぱい続いておりますのでお読みしたいと思いますが、通りすがってない中さんよりいただきました、ありがとうございます。力山猫さん、増山さん、おはようございます。おはようございます。今日の、沖縄は晴れて力日和ですということでございまして、何日和が力日和かわからないですけどね。おすすめの蕎麦屋などあったら教えてくださいな、上映会も頑張ってくださいなということでございましてね、ここ読谷おすすめの蕎麦はですね、実は鶴亀堂善哉さんですね、沖縄そば、そしてですね、金乳さんの担々そば大好きでございますので、ぜひ見ていただきたいなと思います。素敵なメールありがとうございました。続きまして、続きますけどもね、いっぱいメールいただきますが、こちらも北海道ということでございましてですね、おはようございます、力さん、増山さん、増山さん、はじめまして、よもぎですといただきました。よもぎさん、はじめまして。母乳についてのお話聞かせていただきました。力さんの大好きなおっぱいの話は基本的に苦手だったのですが、増山さんの母乳のお話を伺って共感いたしましたと。私は今息子がおり、毎日授乳をしております。今も、母乳をあふれさせながら息子が吸っています。この瞬間は本当に本当に他に何にも代え難い時間だと思っております。特にそいつちをしながら一緒にくっついて、眠ってしまうときは一番幸せです。永遠に続くといいのにと思ってしまいます。今しかできないことで、息子もいずれは離れていきます。でも、時間は止められない。だからこそ今を大事に一緒にいたいと思います。話はそれましたが、お二人ともアートな世界でご活躍なさっていて、とても素晴らしいと思います。映画も一人でも多くの方が目に留まるよう遠くから祈っております。長々と失礼しましたといただきました。ありがとうございます。とても、素敵な、メールでございますけどもね、よもぎさん、本当に素敵なメールありがとうございました。本当深いお話でございましてですね、温かいメールでございます。感謝いたします。
はい、ということでどんどん今日は続きますけれどもね、早口になってしまってすみませんが、次のメールアドレス、メールアドレスですね、メールですね、愛知県からお聞きのですね、シンジさんからいただきました。ありがとうございます。リキさん、おはようございます。そして増山レナさん、おはようございます。おはようございます。はい、レナさんのお話を聞いていますと、人間の原点を追求しているお方だと思う、お見受けいたしました。あくまでも私 の, かあの見解ですが、ということですが、今日はトークショーですね、素敵なトークショーなのでしょうね、ということでございましてですね、シンジさんお越しなられないですけど、愛知県なのでね、気持ちはいつもいただいておりますので、一緒に参加している気持ちでですね、私もおりますよ。お伺いできないのが残念ですが、来週の番組でお話を聞かせてくださいね。そして来週もよろしくお願いいたしますね。ではリキさん、レナさん、素敵な日曜日をお過ごしください、ということでございまして、愛知県から、お聞きのですね、シンジさんからのメールでございました。ありがとうございます。はい、今日はですね、本当にたくさんのメールをいただきまして、お時間あと2分でございます。すいません。よもぎさんの、メール読んでいただいてる時から、なんか感動して泣いちゃったんですが、はい、本当嬉しいです。ありがたいメールいつもいただきます。はい、あと、しんじさんもね、はい、メッセージを寄せていただいて、この実はしんじっていうのが、はい、貞子さんが、1950年、広島の原爆病院で、初恋をしたその相手の名前と同じなんですよ。でそのシンジ君役っていうのは現代にも出てきて、映画の中でも現代のシンジ君、過去のシンジ君、一人二役で、コウキ君という実際に福島から今岡山に避難した男の子を演じてくれてるんですけど、いろいろ大変な、歴史の問題を抱えながら、子どもたちが恋をしながら成長していくストーリーなんですよね。今日は、沖縄なんですが、全国での上映これから進めていきたいんです。ですので皆さん、増山レナショップでですね、 DVD も販売してまして、ぜひ全国で自主上映を企画していただくて、 DVD を買って上映会を企画する、こんなこともできますので、広げてもらえたらなと思います。年明けたら図書館でも貞子の鶴 DVD 入る予定ですので、ぜひ皆さん、この子どもたちの時を超えた平和への思い、映画という形で広めてもらえたらと思います。はい、ありがとうございます。残り40秒でございますけどもね、今日は、増山レナさんを、ゲストにお招きいたしまして、進めてきた1時間でございますけど、レナさん本当にありがとうございました。リキさん、ありがとうございます。はい、ということで、今日はですね、とても、有意義なお時間が、お待っておりますので、上映会の方よろしくお願いいたします。はい、あとこの FM 読谷、はい、元基地だった場所にあるっていうことで、すごいびっくりしました。そして素敵だなと思ったのは、こういった文化発信、また地域のレストランやさまざまなお店の発信もできる、こう基地よりこういった産業が活性化する感じがいいな。大丈夫です、大丈夫です。ありがとうございます。大丈夫でしたか？盛り込みましたね。はい、本当に。でも本当素敵ね、こういうの。あ、本当ですか？気になったところからこんな素敵なアートが発信できるなんて。そうなんですよ。読みたい FM 素敵。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。大丈夫ですか？あ、泣いちゃった、つい。あ、どうもありがとうございます。ちょっとなんか、よもぎさんのメールアプリがちょっと。あ、本当です。偶然がいるんだって。ありがとうございます。言いたいこと全部言えましたか？大丈夫ですか？はい。よかったです。なんか最後どうぞ。どうでしたか、リキさん。いやいや、もう本当に番組は沖縄が誇るイケメン、イケメン、イケメンではないですけど、イケメン、イケボイス、やっぱボイス大切らしいよ。リアンがはあ、アニソンとか、はあ、声フェチなんですよ。だからルックスもそうなんだけど、なんかこの声が好きっていうことで、はあ、いろんな芸能人として見つけてきて、声優になりたいみたいね。いや、本当に撮ってて、映画の中でもさ、すごい女優さんだと思いますよ。今受験生だけど。あ、本当ですか。はい、受験終わったらなんかまた芸能活動に再開できたらいいな。結構政府向上委員会でいろんなコンサート参加させていただいて、はい、新潟もこの間行ってたし。あ、そうなんです。いや、今後お二人とも写真家もそうですし、はい、期待したいなっていう、はい、はい、いや本当に、いや、よかった、ありがとう。今日は告知も多くてですね。そうね、でもそこがまた告知の内容が地域のレストランのしゃぶしゃぶとか、
なんかこういった地元の産業を発信するっていうのがすごい素敵と思う。そういう意味で本当に地域のコミュニケーションができるそのコミュニティ、はい、よし。